網は台湾原住民の中で一番多い214,737人の人口規模を持つ民族集団。居住地域は台湾の東部一帯、カレン県、台東県、平東県にわたる広い範囲である。主に平地に集落を構え、中央山脈と海岸山脈の間にある細長い渓谷地域、その両端のカレン市や台東市周辺の平野部、 海岸山脈の東側の太平洋沿いの平地、台湾南端の久し春半島に住んでいる。また、台北市や高雄市など、台湾各地の大都市にも拡散しており、大都市の現住民の多くを占めている。阿弥族からは、多くの歌手、芸能人、スポーツ選手、その他学者、教育者、政治家などが排出されている。阿弥族は米などの農業や豚などの畜産で生活し、 海岸部では漁業を営んでいる。伝統的な集落は他の原住民の集落に比較して大きく、500人から1000人規模が典型的である。また、カレンや台東、あるいは遠く離れた台北や高尾で都市生活を送る者も,も多い。カレン県水穂里の舞鶴には石器時代の遺跡があり、その2本の石中は阿弥族の発祥神話に、 関連付けられており、網族発祥の地とされている。カレン県吉安五人南村には、観光施設、カレン和美文化村があり、網の文化を紹介する資料館があるほか、劇場では、網の舞踊のショーが行われている。網語は、オーストロネシア語族の一種であり、固有の文字は持たない。年配の世代は日本語も使う一方、若い世代は中国語を使用している。 日本統治時代に撮影された南西網の男女網族の人々は一般的に自分たちのことを人間、仲間を意味するパンツァ派と呼んでいるが今日の台湾では網という呼び名がより一般的に使用されている。網とは網語で北を意味する。なぜ網という語がパンツァ派の人々を指す言葉になったのか学会でも定まった見解はない。一つの仮説は 台東付近に住むプユマ族が自分たちより北に住んでいるパンツァ派に対してこう呼ぶようになったというものである。別の仮説は台東平野に住むパンツァ派の人々が祖先が北方から来たためにアミと自称していたことから来ているというものである。この仮説は網という語が人類学者が日南網群と分類している。 台東市から成功鎮にかけて住む集団から誕生したことを示している。また、太平洋戦争中に台湾原住民の伝統音楽のフィールド調査をした日本人音楽学者黒沢隆史は、阿ミ族の失祖伝説として以下のような話を再録している。別の伝説では、だがさんは二人がもともと住んでいた土地の名ではなく、 台湾に漂着した時最初にたどり着いた山の名であるとも言う。その山は現在の法林駅から東南に望まれる富士山に似た形の山、八里湾山を指すとも言う。現住民の歴史によれば阿弥族は大きく5つの集団に分類される。それぞれの集団は民族衣装や言葉も微妙に異なる。しかしこうした分類は広く受け入れられているものの、 地理的な区分や部族の移住の結果に基づいているに過ぎない。文化、言語、身体的特徴などの調査から分かったアミ族内部の相違とは一致していない。民族的に最も近いのはフィリピンの諸民族であると考えられる。光る女の子ティアマッカンティアマッカンは生まれつき全身がまるで太陽のように輝く美女であった。ある日、彼女は川で水を汲もうとしたが、 たくさんの腕輪をはめていたため重さで壺を持ち上げられなかった。困っていると波から一人の男性が現れた。この男はファーラカスといい正体は渡積みの息子だった。ファーラカスはティアマッカンに一目ぼれしプロポーズした。ティアマッカンは驚き両親と相談してから決めると答えた。ファーラカスはティアマッカンを手伝い、ティアマッカンは壺を頭に乗せ、 運んでもらって家に帰った。ファーラカスは村を訪ね、ティアマッカンを埋めとる話を無理やり要求した。両親は決して同意しなかった。両親はティアマッカンを隠そうとしたが、タンスに隠しても、箱に隠しても、ティアマッカンを掘った穴に隠させても、挙句は声だめまで入らせたが、彼女が放つ光のため隠し通すのは無理だった。五日後、暴風雨と共に、 津波が襲来してきた。ファーラカスがティアマッカンが妻として迎えに来たのである。ティアマッカンは大洪水に巻き込まれ、渡積みの宮殿にさらわれた。一方、彼女の父と母は、長男、次男、三男を連れ、台湾の中央山脈の山頂に逃げた。四男同妻と長女、ラリカンは、ちょうど薄と木根で米をついていたので、とっさに薄に乗り、漂って流れ、 現在、カレン県とヨハマ里にあるシラングス山という山に泊まり、そこで結ばれ、アミ族の先祖になった。同妻とラリカンは兄弟であったため、兄弟姉妹婚の結果で妊娠しても生まれるのは、ヘビやカメやトカゲやカエルだった。夫婦が嘆いていると太陽神が空から降り、祭りの式次第を教えた。夫婦が祭った後は、人間の赤子が生まれるようになった。長男タジアホは、 タイヤル族の先祖、次男、ダダキロは、台湾西部ヒラノの原住民の先祖、三男ンンアパタックは、ブヌン族の先祖という伝説もある。アミ族の考えでは、太陽は、女性とされる。これは、日本の危機神話と、共通する。アマテラスオーミカティアマカンも、明らかに太陽神的である。巨大なタコの縄に縛られた岩アミ族の兄弟二人が、空腹に耐えかね、 プユマ族の畑で砂糖キビを盗んだ。それをプユマ族に見とがめられ、兄は逃げをうせたが、弟は捕らえられてしまった。兄は巨大なタコを作り、浜にある岩にタコの縄を巻きつけ、タコをあげた。タコが風で震え、ブーンと音がする。プユマ族らはいぶかしみ、家を出、空を見て驚いた。弟は、もし僕の束縛を解いて自由にしてもらったら、お礼として、 タコを取ってあげるとプユマ族らを説得した。そして戒めを解いてもらうや跳ね上がり、巨大なタコに乗ってプユマ族からの逃走に成功した。弟はプユマ族から様々な不潔なものを食べさせられたので兄の助けでそれらを吐き出した。オートブツは沼になった。一方で兄がタコをあげていた際、 タコは操るため全身に力を込めたせいで足が土を押し動かし土が溜まって丘ができた。同様な民話は冬間族にもある。だが兄弟二人と兄弟を捉える者は網族の伝承と役割が逆転している。網族は墓形社会に近い形態であったので家族の仕事は女性主体であり女性が責任を持つ。母系相続を行うため家業。 財産は長女が受け継ぎ、一家優先順位は女性側にある。また性も母方の性が引き継がれる。課長は女性であるが、一方で集落をまとめ上げる村長、柿田タは男性であり、課長の夫である男性の長老、的浅井が形成する長老会議が村を運営する。集落の男性は、青年式を迎え、一人前と認められれば、青年団。 カッパーに入団する。カッパーは、細かい年齢階級、スラルに分かれ、責任などもこの階級によって決められる。基本的に下の組は、上の組に絶対服従する。それぞれの、スラルの名は、結成された年代の流行、事件、組の動向にちなんで命名される。以下は、歌手、各秀夫を生んだ、対東芝蘭の19世紀後半から20世紀後半に、 かけてのスラル名一覧。カレーンシレン法年祭のアミ族の踊りアミ族の祭りには、法年祭、ハシュ祭、ホニョ祭、海祭りなどがある。法年祭エレシンは、最も重要な祭祀儀式で、毎年夏に行われる。期間は2週間ほどで、時期も日数も村によって異なるが、基本的に南部の台東県では、太陽暦の7月、北部のカレン県では8月に行われる。 祭りでは、豚が殺され、皆で肉を分けて食べることが行われる。祭りでは、色彩豊かな衣装が着られ、歌や踊りが行われる。また、10月から11月にかけて、アミゴで、シカワ祭と呼ばれる女シャーマンが主催する祭りが行われる。これには8から15歳の子供が集められ彼らは、盛んに踊る。特に祭りの終わりの半月ほどは激しく踊り、その間に、 トランス状態に陥った道場が時代のシャーマンに任命される。歌と踊りはアミ族の特徴でもある。集落ではリズミカルな歌が歌い継がれ、フォークダンスのような踊りが日頃より行われている。カレンのアビ文化村のような観光施設では、恋愛や狩りなどアミ族の物語に基づいた歌や踊りを披露するアトラクションが行われている。 また、超進学のノブルベーオンような歌詞もアミ族から出ている。日本時代にも陽気な性格が知られており、高砂義勇体にあってもその性格を存分に発揮していた。アミ族の歌はかつてエニグマの1993年のヒット曲、リターンツーイノセンスにフィーチャーされ、世界的に有名になったことがある。1996年アトランタオリンピックのテーマソングともなった、 この曲では、アミ族のパフォーマンスグループの一員、各秀夫及び妻の以外が1988年のパリでの文化交流で披露した老人因子化のコーラスが使われた。パリでのパフォーマンスは CD にされ、ここからエニグマのメンバーであるミハイル・クレットがコーラスをサンプリングして曲にしたが、後に夫妻から無断使用及びクレジットに名前を載せなかったことにより、訴えられた。 クレットは、この音源を、パブリック、ドメインと勘違いしており、著作権侵害のつもりはなかったと述べたが、和解金の支払いと今後クレジットに、夫妻の名を載せることを条件にして、裁判は終了した。和解金はほぼアミ族文化振興のため寄付されている。共生員、厳重民族委員会、クル・ゲン、ダークタッド・ゼネラル・オブ・バジェット、アカウンティング・アンド・スタティスティックス。 エグゼクティブ・ユアン、ROC、ナショナル・スタティスティックス、リパブリック・オブ・チャイナ、プレリミナリー・スタティスティカル・アナリシス・レポート・オブ・ニーセン、ポピュレーション・ハウジング・センサス、エクサープテッド・フロム・テーブル28、インディジェナス・ポピュレーション・ディストリビューション・イ・台湾、ワン、付近エリア、アクセスト・ PM8、30、06プルビーマイナス03から08から05、 ハット http コロンスラッシュスラッシュ hpgl.stanford.edu スラッシュパブリケーションスラッシュ ejhg2001v68p432pdf ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.ethlolodue.com スラッシュショーランゲージアスプコードイコールアミハット高カサ族の災疑生活昭和20年 フルノキヨヒトチョ、シリーズ食文化の発見流食文化と、芋半文化昭和56年、宮本恒一監修柴田書店読売新聞2013年2月9日、台湾出身の元日本兵、原住民、海産歌子おろしずこ高校、ティ中央広派で打つ、2020年6月13日閲覧、李牧日記風教者、ありがとうございます。